橋口五用、神助ける女1920年新版画とは、明治30年前後から昭和時代に描かれた木版画のことを指し、版元を中心として、従来の浮世絵版画と同様に、絵師、彫師、り師による分業により制作されており、浮世絵の近代化、復興を目指した。新版画とも表記された。川瀬智江水。 芝弁天地1929年に江戸時代に流行した浮世絵版画も明治27年に起こった日清戦争を描いた戦争への一時的なブームを最後に急速に力を失っていき明治30年から明治40年代になると殿下の石版が写真、大量印刷の新聞、雑誌、絵はがきなどという新商品の人気に押され売れ行き不振となり衰退していった そのような状況の中、このような文行による木版画に興味を抱いたのが、ジャポニスムの影響を受けて、明治32年9月に来日していたヘレン・ハイド、翌明治33年4月に来日したエミール・オルリックらといった外国人であった。その後、橋口五葉らの新版画着手の後、日本画家のみならず、洋画家や外国人作家の参画によって、 大正12年に発生した関東大震災以前の新版画は最も華やかで実験的な作品を生み出す時代を迎えた。どこか現代的なデッサンの美人が役者へ陰影のある風景画などが特徴である。また外国人に人気があった花鳥画も多く描かれた。大震災以降には土井版画展、伊勢達、加藤版画展など多くの信仰の版元が現れて、 発鏡を呈した。明治30年頃になると、それまでの伝統的浮世絵版画の明かりはほぼ消えようとしつつあったが、その頃、同時期に次の時代の木版画を作る動きが始まっていた。実際には、大正時代に開花した新版画、または大正版画とも言われるものであった。この動きには、全く別系統、別の基板からのものと、それらが混ざっている場合があった。 具体的に言うと、伝統的日本が浮世絵系統から育ったものと、洋画の基盤から育ったものがあったのである。便宜的に、ここでは大きく、洋画を基盤とする創作版画派と、新版画派とに分類することにし、この項では、後者の新版画について述べる。技法の点から言うと、自分で絵を描いて、自分で掘りする、自国版画の場合を、創作版画といい、 浮世絵系伝統的木版画、西紀絵の技法で、画家、堀氏、すり氏の三者が一体となって、新風を目指していった場合を新版画という。伝統版画が耐えてしまうことを恐れての活動ということ以上に、作品や技法も意欲的で、新技法の開拓もあったことを忘れてはならない。技法の面で言うと、バレンの跡を残した実験的なすりが試みられた。 明治40年に山本かなえ、石井白帝、森田恒友が美術雑誌、宝寸を発刊。山本らは自画自作の創作版画運動を始めた。彼らは初めの頃自作の版画を刀がと称していた。他にこの創作版画を手掛けた人には白帝の弟、石井鶴蔵、小田和馬、戸張小岩らがいた。石井鶴蔵は明治十八年、 山本かないとの同人誌、ひらあきらに、虎を発表、初めて版画という名称を使った先駆者の一人であった。小田和馬は明治40年、第1回文展に入選した後、上京し、パンの会や放寸に参加して、創作版画活動に加わっている。さらに、大正7年の日本創作版画協会設立にも、関与していた。彼らのうち、石井白帝。 小田和馬、戸張小岩は、画家、堀氏、杉氏の分業による新版画の作品も発表している。明治末年頃、海外への輸出用に浮世絵の原画や復刻版を制作していた版元の渡辺昭三郎は、版元中心の伝統的な工程による新しい版画を模索していた。原画の作者の意図を最重視しつつ、堀、杉はそれぞれに、 熟練の技を持つ者が当たるのが最良と考えていた。この動きにいち早く賛同したのがオーストリア人、フリッツ・カペラリ、イギリス人、チャールズ・ウィリアム・バートレット、エリザベス・キースで、渡辺は彼らの作品を次々と木版により本告していった。これが後の日本人画家による新版画誕生の契機となっており、渡辺は日本画特有の墨のかすれやにじみをき版画で、 表現しようと試み、版画でもって、肉質器用への質感を出そうと考えていた。大正頃、柳町に曲がりしていた、渡辺版画店は、高橋博明に、日本の特徴ある、山水人物画を養成、輸出用の大盤木版画約10点を、新作版画と命名して、試作、版行販売した。一方、小林清下が没した、 大正4年に橋口五用は死体を制作。明治39年創業の渡辺版画展から、日本人作家による最初の規範が、浴場の女を、翌大正5年に反抗。これが新版画の第一作となる。また、浮世絵の画系を引く伊藤真水も、大正5年にやはり、渡辺版画展から、大凶を第一作として、反抗、以降引き続いて、 美人画シリーズを刊行している。他には、大正五年、同様に、役者へ、貫次郎の神谷自兵を反抗した、名取春仙、十一代目、片岡二座右衛門の大政由良之助を反抗した、山村幸華大正七年に、風景藩が、塩原お金寺、塩原畑下り、塩原志穂釜三点を、第一作として反抗した、河瀬智江水のほ奈良崎秀明、 伊藤隆之、笠松柴奈美、小原幸村、高橋博明、土屋光一、石渡豪一、井出学水、北川和夫、古屋大賢などが新版画の制作に携わっている。大正期には、土井版画展が進出、土屋光一やフランス人のノエル・ヌエットの作品を反抗している。また、風景画家特に山岳画家として知られている、吉田博も大正十年に、 第一作の牧場の午後という作品を渡辺版画店から反抗していた。この新版画がヨーロッパなどで人気を博したので、吉田は4年ほど経た、大正14年には自らの工房吉田スタジオを開設し、以降は自身で掘りすりを監修、そこから作品を発表し始めた。これを鹿版といい、前述の橋口五用も鹿版による作品を制作している。 この間の大正12年9月1日の関東大震災の際、渡辺版画展が被災、火災によって、これまでの版木や版画作品、書籍のすべてを消失してしまった。しかし、渡辺はすぐに再起し、大正13年には、小田和馬の松江大橋など多色ずり木版画を出版して、新作版画の制作を継続させている。新版画においては、 個々の絵師の創造性を徹底的に尊重した個性豊かな新しい浮世絵版画が出版されており、このような渡辺の活動にこうして新作版画の制作に力を入れる新興版元が出現してくる。関東では伊勢達、東京直美堂、堺高古堂、川口、土井版画店、加藤版画、馬場青山堂、足立版画研究所、日本版画研究所、 高見沢木版社、不水画房、美術社など、関西では、京都に、明治期創業の芸草作動、佐藤翔太郎、内田美術書士、大阪に、根津聖太郎、真美社、関西美術社、兵庫に、西宮書院、名古屋に、後藤版画店といった版元が現れている。関西画壇においては、大正四年、浮世絵の流れを組んだ北の常富が、 キリンビールの美人画のポスターを描いており、これが好評を得て7万枚出ったと言われている。そして、大正7年、美人画の版画で、各の春秋4枚組を刊行している。版元は、中島聖華堂といい、石井白帝の東京12系と同じ版元であった。作品は500部刊行という割に、今まではほとんど世に出てこなかった。その後関西では、大正14年に、 佐藤正太郎という版元から吉川官報、三木水山の美人画が反抗された。その後、京都においては昭和に入っての京都版画院、松宮、兵庫には西宮書院などが現れており、この西宮書院からは山川周法や大野麦風、和田密造など著名な絵師が作品を発表していった。さらに、昭和初期になって大阪には、 成田守県及びか泉という絵師が現れ美人画を共作名古屋では渡辺育春がやはり美人画を残している。また鳥居派の第八代当主で五代目鳥居清忠でもあった鳥居古人が昭和5年に反抗した浅根神という美人画は発禁処分となっている。これは七十部すられているが当時の当局には危険だと感じられ、 発売後警視庁に没収されてしまった。その他、小早川清も、同じく昭和5年に、近代自生小6枚組を刊行している。モデルは、浅草の芸者や、断髪のモダンがある、カフェの女給たちであった。この時代のカフェとは、ただの喫茶店ではなく、現在の風俗店に近いようなもので性的な、接待を売り物にしていた。さらに、昭和10年に反抗された。 石川トラジのラジオ10種シリーズでは、美人画の中に洋画のヌードを取り込んでおり、ヌードの女性が部屋で本を読む姿などが描かれていた。他に、日本画を池田照方夫妻に支持し、昭和8年に若霊版画研究所を設立、翌昭和9年に最初の版画サイパンの娘とハイビスカスの花を反抗したフランス人へシポール・ジャクレイも知られている。ジャクレイは虹を 同昭和9年に創立された加藤版画研究所から反行、竹久夢二らもここから作品を発表している。このように様々な画家たちが関東大震災及び第二次世界大戦を挟みながらも新版画を発表しており、最も長い期間作画をしたのは伊藤新水であったが、昭和35年代以降は作者の高齢化や目まぐるしい社会の移り変わりもあって、また、 昭和37年に、版元の渡辺昭三郎が指揮をしたことによって、その制作は一時代を終えた。平成21年、江戸東京博物館で、蘇る浮世絵、うるわしき大正新版画と題して開顧展が開かれ、好評を博した。吉田すすぎ、浮世絵の味方辞典北新堂、1977年174ページ。ありがとうございます。